と時間かぶってますよね。すいません、見てありがとうございます。すいません、見てくださってありがとうございます。早めにありがとう。あ、ありがとうございます。こちらこそ遅いのに大丈夫ですか皆さん。ありがとうございます。夕ご飯ははい、ちょっと食べる、ちょっとでか、うん、食べれました。フレイン対策してたので大丈夫でした。あー、すごい、さすがです、ありがとうございます。待ちくたびれたとか、そうですよね、ごめんなさい、今日はちょっと久しぶり遅くなっちゃったんですけど、明日はそう、ねがいちゃんとのコラボ配信とか、明後日は私の誕生日配信とかで、はい、時間も長く配信させていただけて、こんなに遅くないと思うので、始まりが、はい。すいませんが、あ、明日明後日もお待ちしてます。サンジェナイアの集落お疲れ様。ああ、ありがとうございます。そう、今日はお仕事で久しぶりの収録のサンジェナイアは生放送が出演させていただくことが多いんですけど、はい、収録で出演させていただきまして、ねがいちゃんの卒業スペシャルになります。はい、ねがいちゃんはサンジェナイアは最初で最後の出演だったみたいなんですけど、るーちゃんと私とで、そう、主役のねがいちゃん、ねがいと3人で出させていただいております。いただきます。はい、たくさん話、動画、いつも撮らせていただく放送後の動画撮影でも話結構できたりとか、はい、そうですね、でも話足りないぐらいあっという間に終わっちゃいました。はい、仕事休みの日だと配信集中できるからいいね。ああ、ありがとうございます。そうですね、皆さんなんか帰り、仕事帰りとか移動中とかの、仕事休憩中とか仕事の中の方もこう見てくださったりして、ねえ、本当にありがとうございます。お疲れ様って、歯が良かったって書いてるのかな。え、そうなんですよ、ゼロポジションさんのソネモハモルーマは早、フリーの早覚えだったんですけど、新世代コンサートでみおまるとあみちゃんと私はもう踊らせていただいていたので、何も参加もできず、しかも振りを教えることもできず、何もできないのが本当に歯が良かったです。本当にそうなんです。ちょっとね、それは悔しかったですね。だいぶ見守りながら、見守りながら、そう、そこの振りはあれだよとか思うけど言えないみたいな。そう、3人でこう、それをくる、なんか悔やんでましたね。頑張りました。あ、ありがとうございます。そう、背景がハッピーバースデーバージョンで昨日からなっておるんで、 なっていただいて、していただけてるんですけど、はい、嬉しいですね。くにゃー、エビフライ食べたんですか、いいなー。なんかすごい一生懸命なくにゃんが好き。ありがとうございます。でもちょっとお疲れがちょっと見えてしまう時もね、でもすごい、すごく、そう、皆さん見てくださってるから、ちょっとそいつもと違うだけでもすごい気づいてくださって、はい、ありがとうございます。こんばんは、今日もかわいい、ありがとうございます。すき焼きのタレで煮込んだ煮物、美味しそう、誕生日配信楽しみにしてます。嬉しい、ぜひ明日のねがいちゃんとのコラボ配信も見ていただけたら嬉しいですね。スペシャルの配信がついてワクワクしてますか、やったー、よかな、よちこのルーム。よちこかわいい、ピンクでかわいい、そう、バースデー、ハッピーバースデー仕様でかわいいですね。
メールの超絶スマイル横やん、可愛かったよ。あ、本当ですか。ちょっとあの、なんでちょっと引きの写真でちょっと分かりづらいかなと思ったんですけど、アップして見ていただきましたかね。 めっちゃにっこりの、はい、喜んでいただけたら嬉しいですね。キッズさんは特賞行かれて、横にドリンク飲んできたよ。ああ、嬉しいです。シューハピドリンク、トリックションもありがとうございます。やったね。冷たくなかったですかね。大丈夫ですか。幕の内弁当食べました。横にの何弁当が好き？幕の内弁当私も好きです。なんかいろんなお料理を食べるから、なんか得した気分になって大好きですし、あの基本あんまり嫌いは、あ、嫌いなものはないんですけど、何弁当でも基本的にめちゃ好きなんですけど。 難しいですね。その時の食べたい、お魚食べたい時もあれば、お肉食べたい時もあるので、難しい。ぼやんのラブ修行をツイートしたら、作曲家の井上涼介さんにいいねいただきました。すごい。え、ありがとうございます。そうです。え、嬉しい。あの、結構配信の、レポートというか、配信の、感想とか、いろいろツイートしてくださったりして、はい、見させてもらってるんですけど、嬉しいですね。ありがとうございます。ダッシュで、ありがとうございます。目が赤いけん、目薬するんよ。優しい、ありがとうございます。はい、しっかりしたいと思います。マメのバニちゃんも可愛かったんやん。あ ですよね。私はメロメロになりました。そうですね、サンジャナイは来週放送だっけ、あの1月29日の土曜日の22時から22時半放送になりますかね。で、時間いつも通りだったっけな。日にちは1月29って自信あるんですけど、ちょっと時間が、ごめんなさい、時間、生放送の時と一緒だったっけな。多分そうですよね。え でも日にちは1月29日です。大丈夫、おめでとう、早速。あ、フライングおめでとう、もありがとうございます。明日のコラボ楽しみ。やったー。お風呂上がりね。温まったからかな、なんででしょうか。こんばんは。でも、はい、寝たら治るので、安心してください。ほっぺが、かわいいですか？ たくさん思い作れるといいね。そうなんですよ。時間がね、もう限られてきてるので、結構でも、お仕事とかでもなんか会えたりしてて、思い出結構作れてるなって思うのですごい嬉しいですね。はい。明日も一緒に楽しんでいただきたいです、皆さん。ふふ。しゅちゃんに忘れされてしまう夢は見たくないです。それは私も悲しい。そんな夢はきっとないです。ありがとうございます。あ、そうなんですよ。ゼロポジションさん、横山コースターゲット。あ、やったー。昨日に引き続き皆さん、今日も SK プチカフェさんを、はい、に行っていただいて、ドリンク飲んでいただいてありがとうございます。コースターゲットも嬉しい。ゆなちゃんたちは何時間ぐらいでフリーを超えたのかしら。2番とかはそうないんですけど、半日ぐらいですかね。半日ぐらいだと思います。はい。振りを覚えたの半日ぐらいですかね。お茶とおでんでポカポカ。食べたい。寄せていただきたい。年末年始4月の金曜ロードが届きました。缶バッジは横に開きませんでした。あー、でも嬉しい。83の方ですね。8期の8。ありがとうございます。
トラさんの格好した。今日はお肉でした。お、いいな。使うときわかりますか。あ、やばい、耳抜かれちゃってでも嬉しい気持ちもありますね。今日はちょっと暖かくてよかった。名古屋寒いかな。あ、でも行った時よりはちょっとマシだったかなと思いますね。なんかあのお昼間まだ暖かかったですね。やっぱ夜寒いなと思ったんですけど、でも行った時より暖かいですよね。はい、あのあれですか、コラボ配信ですかね。コラボ配信明日になりました。あの22日かもとか言ってたんですけど、すいません、23日明日です。明日の20時頃から始まってだいたい1時間ぐらいですかね、伸びる可能性もあるかもなんですけど、させていただこうと思ってます。願いちゃんとのコラボ配信、プレゼントは、あーそう、渡したら喜んでくれました。誕生日プレゼント、なんかそう、手作りイヤーカフなんですけど、あのすごい、そう、あのタイプって言ってくれてはい、そう、お揃いだから使ってほしいですね、ぜひ。明日は見えそうな時間ですか。あー、よかったです、やったー。え最近のメイクはピンク色ですか。今はメイクはあのリップしてるだけなんですけど、そうですね、私基本的にあのピンクメイクが多いですね誕生日おめでとう。あ、フライングおめでとう、ありがとうございます。幕の内、今日はメールでお肉しか勝たんって言ってましたよね。そうなんです、あのメールででも結局お魚も美味しいし、なんだっけ、あのお寿司も美味しいし、そして幕の内弁当も美味しいし結局全部美味しいですね好き嫌いがないですね。大丈夫です、大丈夫です、すいません、ありがとうございます。メイク食べました、久しぶりに。いいなあ。今日もでもささみ食べました、私お肉食べました。今日も安定の癒し、嬉しい、ありがとうございます。あー、ネガちゃんお腹出しすぎて風邪かないように横やんから注意してて心配になりますね。今日もそう寒いじゃないですか、そう、中にヒートテックとかそう着てなくて、お腹が何ていうんですか、手上げたりして、そう見えてたから、え、大丈夫ってちょっと心配になりますね、あのお腹壊さないかなってはい、で今度見た時は言って、あの気をつけてって言いますはい、こんばんは、フルん、大丈夫だ。あ、あいまのめとも、ありがとうございます。あ、ゆかりのドリンク飲んできたよ、やったね、ありがとうございます、嬉しい。あ、時間が、ありがとうございます。今月末までですもんね、ありがとうございます。ヨコヨの前髪の分け目バッチリ可愛さ全開、ちゃんと分けれてますか。初期なんか前も分けてた時はすごくよりちょっと上手くなったかなって自分でちょっと思ってるんですけど、あの前はもっと分けるのが下手だったなって思うんですけど最近はちょっと上手くなったかなって思ってます。どうして、楽しみにしております、配信かな、ありがとうございます。早く仕事終わらせてコラボ配信見たいなって、あー無理はね、しないでいただきたいんですけど、そうですね、見れたら
見てほしいですね。ありがとうございます。でも今日もそう、会えたんですけどめっちゃ写真たくさん撮れて、はい、その写真も徐々にアップさせていただきますそうラピンはこっそり水色ピンかな、正解です。嬉しい。いや、写真見ると新鮮でいいね。え毎日待ってますよ何でもしいな、元気な証証拠ですよ。そうですね、ありがたい。いかめしを、え、おいしそう。天ぷらそば、おいしそう。あ、お腹空いてきた明日も遅く行ってきます。あー、気をつけてくださいね、移動とか。眉毛とまぶたの範囲が狭くなってる。え、前もっと広かったですか？狭くなるもんなんですかね表情でやってみたんですけど変な顔になりました。896日連続ありがとうございます。15分経っちゃいましたね、ありがとうございます。でも今日はちょっとラストまでやらせていただきたいと思います。おー、元気つきそう。センター分けはしたことないですね。あ、うん、ないですね。あんまり似合わないと思いますね。家でたまになってる時あるんですけど、似合ってないですね お刺身を食べるのに最近お気に入りスーパーさんが出てきました。めっちゃいいですね。なんかでもこのお店によって、スーパーによってなんかここはお刺身美味しいとかいろいろありますよね。ヘアピンのラメかわいい。これは手作りでやったんですけど嬉しいですキラキラー。じゃあ今来ました。あ、ありがとうございます。嬉しい、早めに発動。そうですね、ちょっとお気づきの方も、気づいてくださってる方もいらっしゃると思うんですけど、今日はおたたいもすいません、お休みにさせてください。すいませんが、よろしくお願いします。天ぷらさんの焼き食で食べたくなっちゃいますね。発動、そうですね、そろそろ。じゃあ家ベかな、家ベってあれですね、ブルーベとかどっちだろう、わかんないですいい夢が、そうなんですよ、そう、皆さんと会える夢を見たいあら、入れました、はい。ん？ラインナップは前髪、あー、伸ばすかもしれないですね。うん、了解やん、大丈夫。あ、やばい、あと2分。あ、じゃあ行きたいと思います。今日の発動は、あ、じゃあささやきバージョンで行きたいと思います。では行きます。皆さん受け止めてください。行きますね。横根がぴょん、聞こえてますかね横根がぴょんからのはつきはつきからの夢でも会えますように。はい、聞こえましたか？ちょっと聞こえてないかもしれないです。え、ちょっとなんか無音の時間になってなかったですかね今まで一番小声です。そうですよね、これマイクが両手でやると話しちゃうので一番小声でしたか会いましょうにありがとうございます。オンデオマックス聞こえました？あ、よかったです。あ、ということで、はい、明日は願い
と、横根がぴょんでコラボ配信20時ごろからさせていただくので、よかったら見に来てください。ありがとうございました。シャチホコ、おやすみなさい。ゆっくり休んでくださいね。遅くまでありがとう。